河村彩奈は中国放送アナウンサー、ラジオパーソナリティ、広島県広島市出身、広島県広島市東区出身、広島市立船入高等学校、広島大学法学部法律学科卒業、中学時代はバレーボール部、高校時代は総局部に所属していた。詳しいことは言えないが、 近隣の広島県立広島観音高等学校は思い出の場所。学生時代は放送会を志していた。卒業旅行には就職活動で知り合った豊島経良らとバルセロナを訪れた。2014年中国放送入社。同期入社は中根由紀。中国放送での女性アナウンサーの同時複数人採用は1999年の荒船義恵。 吉田千尋の入社時以来、趣味は愛用のカメラを持ち散歩をすること、スポーツ観戦、カフェ巡り、総曲、カ楽ラを見ること、海外旅行に出かけ、ドイツ、フィンランド、エストニア、ベトナムを訪れている。河村はパーソナリティを務めるラジオ番組、平成ラジオバラエティ御前様様のコーナー、御前様クイズで自身に関する問題を毎週。 出題しているが、その問題の難解さや、不可解さについて、TBS ラジオ、ジャンク、爆笑問題カーボーイで、河村ちゃんクイズと称して話題にされることが、恒例になっている。2019年1月、運転免許を取得。岩国市のいろいろ山賊久賀店までドライブに出かけた。2019年4月から、今生。MC に就任。ありがとうございます。